小ウさん、おめでとうございますあ。本当にね、私はね、昨今、あんまりニュースがこの世の中にない中で、いや一つのね一、一筋の希望だと思います。小ウさん、本当におめでとうございます。もう、それ以上にね、言葉にすることはありません。いやー、よかった。まあ、これからが本当のスタートです。まだまだスタートラインに立ったところですから、うん、まあ、本当これからですよね。でもね、私、本当によかったなと思うのが、この免許取得が、 多くの人のね、期待と下支えをいただいて作り上げた結晶だということなんですよ。私いつもこう思うんですよ。一人の百歩よりも100人の一歩、これはどちらも同じ百歩なんですけども、少しずつを積み上げた民主的な一歩が集まってね、大きなきっと力を出していくんだと思います。こういうふうに、まあ、国民、市民の中から根を生やすように積み上げた一つの成果が、 この世の世中きっと特権階級でもなく何でもなくて普通の人が少しずつの夢を叶えて成功を応援することそれを受けた人が一歩でも二歩でも前に進むことこれはね年齢とか性別や人種を問わずにです本当にいつからでもどんな小さな花でも咲かせることがきっと大きな花束となって花園となっていくんだなというふうに思いますね。いや今回のことを機会に 私もクラウドファンディングというね、大層な名前を付けさせてもらいましたけども、呼びかけることによって、仲間はできるんだなと。そして今回、出資はしなかったけども、でも、孝二さんを応援してるよと。そしてその孝二さんの姿を見て、自分も何かできるかもしれないなと。いやいや、もう一花咲かせられるかもしれないなというふうな方が出てくることを、私は切に望んでおります。私もね、苦しいところから、今のような暮らしになりました。 全てが全て、うまくいくとは限りませんけども、でもね、誰かが先を歩くことによって、その背中が少なくとも見えると思うんですよ。今回は、その速下塾の意思を継いで、浩二さんが一つの免許を取ってくださいました。これは何、何運転免許ぐらい誰が持ってるじゃんっていう方もいるかもしれませんけどそういう人はほっときましょう。そうではないんですよ。明確な目標を持って、その過程で免許が必要であって、その免許を取得する、 そのお金、費用、時間をね、多くの方が支援してくださったという、その足跡が素晴らしいじゃないかというふうに思うんですよね。えー、ですからね、宏司さんのこれから始まるビジネスは、きっと多くの方にも関係のあるビジネスになってくると思うんですよ。いや、あの、いろいろとね、言葉は尽きないわけですけども、ただ本当に一言、おめでとうございますと言わせていただきます、えー。そして、奥さんも本当、お疲れ様でございました。いろいろとご心労あったと思いますが、まずは、 一安心ですね奥さんえそれでは、これからのコウジさんの発展にも、幸ありということで、今回は締めさせていただきます。あ、ちなみにですね、コウジさんにね、お渡ししたいなと思って、私ね、色探していたんですけども、この速果軸のね、小さなタオルがあるんですよ。ちょっとこう、もう作って2年経つんで、色あせちゃってはいるんですけども、あの折り目がなく、綺麗なやつが1個見つかりましたんで <laughs>、これをね、あの近いうちに送らせていただきます。もう えと愛知のお宅の方にもお帰りになったようにあの拝見しますのでそちらの方に送らせてもらいますね、えー、それからこれだけじゃ味気ないんでなんかね他のものも合わせてお祝い代わりにさせてもらいますので、えー、すぐに届くかどうか分かりませんけども12月の上旬にはお手元に届くように手配いたしますありがとうございました